こんねこー、皆様こんばんは、黒い猫でーす。さて、フェロ姉さんは、どうなったか。あー、なんか、出ないね、これ。はい、ということで、夜なのでね、静かにお送りしていきたいと思います。さて、今日は、会場、いました。会場やります。ちょっと待って。よし。ワンコラスで、クロン定食食べるで、テントあれ？で、出た60分開始で、行くぜ。なんか光ってるね。なんだろう。なんか光ってるね。うわ。ルキリン。すごきた。あと、アフさん砂漠だった。はい。なんかさっき、ペロ姉さんとこ行ったらなんか配信しろみたいな空気になったの。とりあえず砂漠始めました。あ、さっきのやつね、とりあえずダウンロード終わって、いつでもやれる状態になった。明日ちょっとやろうね。足上げハーハー来てる。ちょっと待ってね。レイド来てからで、ちょっと待って。どこに逃げたらいい？何をやるんだ？うふふ。ではね、歌になってお楽しみ。端っこの方で、この。こうね。もう眠そう。はあはあ、なんかさっきマイクを近づけて足上げやれって言われたから。マイクを手に持ってやってみようと思います。入ってるか。来た。これで入った。え、音入ったよね。あ
あれ今マイク手に持ってハーハーしたんだけど、全然入ってなかった、もしかして。めっちゃマイク近くでハーハーしたんですけど。入ってなかったかな。首かしげてたのはそういうことだったのか。音は入ってなかった。めっちゃハーハーしてたのに。あれ？マイク手持ちすると、無音だった。マジか。無音だった？そんなバカな。マイク手持ち、ちょっと待って。マイク手持ち、あ、ペロ姉さんいらっしゃい。タカ子さん起きて、起きてるよ。起きてるよ、なんかね。マイクが一瞬無音になってたっぽかった。あれ、おかしいな。下、まん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 まいらっしゃい。あ、シオンさん、ボンバー、いらっしゃい。エロ姉さん、ボンバー。いらっしゃい。皆さん、いらっしゃい。エロ姉さんにそそのかされてやっております。手持ちで足上げ音が入らない模様。今、手持ちしてたら、マイク一瞬音入んなくって、置いても入らなくて、今ちょっとね、入力の切り返し直しをしたんだけど、一瞬抜けたのかな、コード。めっちゃ近くで今足上げしたんだけどな。残念。聞こえなくて残念でした。エイナさん、こんばんは。お久しぶりです。ご無沙汰しておりました。今日何回目？もうね、CM 明け、ありがとうございます。タカ子が眠そうとの報告を受けて急いでレイドしました。もう、なんか、寝ようかなぁと思ったけど、やりました。ASMR 高子聞いてないよ。なんか、今めっちゃ近くにマイクの近くで足上げしたよ。昔のことは忘れました。無理せず、はーい。無理はしません。マイクの近くで、あ、激怒出た、やったー。眠いのにありがたや、ありがたや。眠そうかな。バンバンゲーム。ね、音入ってなかったからね、ちょっともう一回やろうかね。で、ちょっとマイク手持ちだとダメなのかな。一瞬抜けちゃったかな、コード。それで、サウントいいので吐息だけお願いします。何ですと、ちょっとマイクを手持ちすちょっと抜けないように気をつけながらやりましょうか。よいしょ、抜けないでね、抜けてない。あれ？あ、来た来た。やっぱダメだ。マイク手持ちするとなんかケーブルちょっと抜けちゃうね。じゃあちょっとすごい近くに持ってきて、位置を。よいしょ。ちょっと変な姿勢だけど頑張る。近い。この距離でどうでしょう。近いよ。行きまーす。1 2 3 4
まあ、ダニャ。あっち。ダニャ。キュッ。ダニャ。チュッ。ダニャ。変わります？変わりますか？どうでしょう？どうでしょうか？いつもと違いますかね？どうでしょうか？問われするくらい近い。あ、本当に？近すぎた？やっぱいつもぐらいの方がいいですかね？近いのか。そうか。今日はなんてお耳が幸せな祝日なんだしょう。え、よかったの？どうなの？どっち？どっち？どっちでしょうか。ちょっと自分では聞いてないのでわかりませんね。よくわかんないよ。後で確かめてみよう。耳の横にタカコいたよ。え、ほんと？あ、また出た、激怒。おー、2個目。もう2個出た。嬉しい。そんなのいいに決まってるだろう。そうなの？ならよかった。なんかでも、手持ちするとケーブルがちょっと、抜けるね。抜ける？なんか傾いた感じのところで音がダメになるね。うん、マイクの位置が難しい。そうか、ハーハーの時はマイクに近づいた方がいいのか。わかったよ。今度からマイクに近づいてやる。そしてもう眠い。点灯したときミュートになるような機能ついてた。ああ、そうなのかな。なんか傾くとミュートになっちゃうのかな。なんかね、で入力の切り替えをもう一回やり直すと復活するみたい。いまいち、接触なのかな。よくわかんないな。手持ちでやれたらいいんだけどな。なんかすごい、変な、角度で上半身変な角度でやってました。いつもよりしんどい。誰かはよゴッパー送れ。何ゴッパーって。ゴッパーってなんだ。58なんじゃろ。なんかの機材かな。 LS 光ってる。なんかね、光ってんのよね。この衣装なのか、よくわかんないけど。手話の58。なんでしょ、それ。なんかさ、エコーとかかけられるやつ？マイク、ああ、マイク。SM58 ってマイク方法？なんか違うのかしら。今日は皆さんの配信で楽しい一日でした。ありがとうございました。こちらこそです。妖怪ではゴッパーって呼びます。へえ、有名な機種なのね。ということはみんな使っていて、みんな知っている。黒い猫さん、またね、おやすみ。おなすび野菜、またよろしくお願いします。いろんなとこで使われてる。へぇ、ルキリンも使ってんの？手話は人の声の音質が良い。へぇ、ボーカルマイク、あ、お高いんじゃないの？もしかしてそれ。私は持ってる。へぇ、ルキリン持ってんだ。さすがイケボ配信者。
さっきの配信は違うマイクだけど、そうか。お高いんじゃないの？じゃあ。いろんなマイクがあるからね。どれがいいのかいまいちよくわかんないね。今2000ちょいとかじゃないかな。あー、じゃあ、全く手が届かない感じではないね。エイナンさん、合唱イベントやるときとかに使ってました。あ、合唱とかするんだ。エイナンさん、へえ。ただ、PC 直にはさせない。どういうこと？パソコンに直でさせない。なんか間に機械かますの。サギーさん、こんばんは、プー。いらっしゃいだ、プー。来ていただいてありがとう、プー。インターフェースがいる。おう。そのインターフェースがまたお高いんじゃないの？なんかね、いろいろ難しいよね、音関係はね。難しいざます。うちのマイクは、なんか見た目で選んじゃったから。でもそんなに性能、悪くないので気に入ってます。ゆきりん、エコーをかけるやつで安いのがヤマハのやつであるんじゃないかな。それも1万円はするけど、方法？じゃあ、ルキリン、それ買って買って、うちに送って。そしたら、ハーハーするときにエコーかける。騙す。そう、騙す。私はダイナミックもコンデンサーも AKG。AKG ってなんだ？音って高いんですね。ねえ、高いよね。今使ってるのはまた別だけどね。ほうほう？ほうほう？関係は難しい。難しいし、お高いし、あ、終わった。デイリーやっと終わった。ルキリン、私のインターフェース2万円以上するのにエコーついてない。ついてないのもあるんだ。そうか。インターフェースね。なんかボタンポチッとしたらエコーがかかるようになってると便利だね。そういうのがあったらいいんだけど。むずい。インターフェースって何ですか？そう、私もよくわからないです。なんかでもマイクとパソコンの間に入れる機械と認識している。なんとなく。私とチカさんはヤマハの AG03。それなんか今売ってないやつじゃない ?AG03 で検索してみて。今すごい売ってても高いんじゃないかな。バイアンプしかわからん。今新型出てる。へえ。おいくらぐらい今。チカさん、TC はマイク5000円、インター AG03。ええ。みんな使ってんだ。これエコー使える？使える方法。AG03。売ってる？ファイルワンタッチ。おお、いいね。インターフェースは簡単に言うと、ノイズを除去してくれる機械。歌ってみたとかやる人だと、コンデンサーマイクで必要な電源とかも、ここから取れる。うんうん。そう。なんか、OBS のノイズゲートとか、使っているぐらいです、うちは。なので多分、ハーハー音とか消えてんじゃねえかなって思ってる。ハギーさん、生産完了品って出てきました。そうだよね。私も前調べたとき、もう終わってるってなんか見た気がする。ほえー、ルキリンさんありがとうね。ルキリン詳しいよね。さすがイケボ。33,333円みたいです。今マーク2だっけ？
OBS のノイズ除去とかも優秀だから、正直今の時代インターフェースなくても割と音綺麗なんだよね今。うん、私は使ってないです。そうだね、なんか使い方難しそう。なんかよくわからんのだよ。 AG03 付属のミキサーソフトでノイズの加減とかいじれるね。え、なんかこだわり出すとキリがない感じがしますね。ウェブイザワース、あ、オレオ。マイクって USB のとこに挿すんでしょ？いや、なんかマイク用のなんかとこじゃなかったっけ？イヤホンの隣の。もう一台はベルリンガーの UM2 をつないでいます。なんじゃそりゃ。以降もどの程度反響させるかとかもいじれるから、こだわると楽しい方法。ねえ、エコーをちょっと入れられたら面白いなぁと思うんだけど。誰か買って。おねだり。誰か買ってほしいだぷ。SM58 は USB じゃないね。カラオケであるようなマイクだから、ジャックが違う。方法。自分でエコーしちゃうとか。エコー風に喋る。なんて高等技術。すごいな。難しいね。眠い。高音タイプでしょうか。あ、激怒また出た。すごいよく出る今日。高音タイプってなんだ。高音、なんか、なんだろう。あ、また出た。おお、すごいいっぱい出てる。ギターとかやってる人だとマイクもシールド使ってインターフェースに挿してる感じ。あの太いやつか。ジャックの規格です。マイクって高いね。こんなにするんですね。意外とね、ピンキリですよね。うちも多分1万円しなかったと思う。マイクのヘッドの部分が一度落としてアンパンマンが顔ちぎってあげちゃったみたいな形になっちまった。ああ、へこんでるのね。ちぎったアンパンマン。かわいいルキリン。キャノンケーブルってものになります。ほうほう。アギさん、3000くらいかと思ってました。3000くらいのマイクもあるよね。3曲のやつ。配信の方ってすごいんですね。ね、みんなすごいよね。詳しいよね。私は全然わかんないけど。前ね、なんかヘッドセットにマイクついてるみたいなやつ一回だけ使ったんですけど、なんかね、音がこもっちゃって、声がこもってるような感じでね、全然聞き取りづらくてダメでした。なんか合わなかった。ヘッドセットタイプはダメでしたね。やっぱちゃんとしたマイクの方がいい。ヨキリン、カラオケ行かずに自宅でカラオケしたくて揃えた。おー。ヨキリン、今度歌ってみた、やってよ。ヨキリン、絶対歌うまいでしょ。イケボだし。エイナさん、ああ、だんだんタカコさんの興味が薄れていってる。なんのマイクには興味ありますよ。違うよ、ネームムタカコだよ。そうそう、眠くなってきた。アギさん、ヘッドセットってずれるし頭痛くなります。そう、長時間だとね、なんか、あれですよね。ユキリン、精密採点70点いかないよ。
え、何精密採点って。ルキリン歌ってほしいな。ナルル、あふう、レウイ、レウイラワス。もう眠眠です。眠いね。ねえ、もう夜だからね。カラオケで精密採点ってのがあるのは全然点数でない。へえ、そうなんだ。カラオケ行くと1週間分の体力使います。そんなに？イレネさん寝よう。うんうん。アフさんざます。眠いざます。つまり、おくっそ下手。くっそ下手？一回ちょっと歌ってみてよ。配信でもいいけど。配信で生歌でもいいけど。お母さん、カラオケの精密採点は抑揚、ビブラート、着離音程で点数はすごい変動する。そうなんだ。難しい。そういうのは縁がないからな。歌なんか楽しく歌えればそれでいいんだ。拳コロコロ拳を回してとか難しいから猫には無理だ。歌は楽しく歌えばいいんだ。そのための歌だ。音が楽しいと書いて音楽だからね。楽しく歌えばいいんですよ。猫が喉をゴロゴロそうだね、ゴロゴロ言います。めっちゃ歌うまい人に、君はビブラートでまず音程ずれてるからビブラートつけないで歌おうかって言われました。おーっと、なんか高度な指摘だね。加点が抑揚、ビブラート、拳音程とかだから。そうなんだ。詳しいね、ちかさん。あふう、首が出ちゃった。眠い眠い、眠む高くです。今日は寝落ちしたらごめんね基本は音程とリズムを合わせてからアレンジに進む。ほほう、すやすや配信ねえ、寝落ちしちゃったらごめん。寝息配信だと嫌だー。寝息だけだったらいいけどね。なんかフガとか言っちゃったら嫌だなそんなの恥ずかしい、しません。うんすうんす、なんだって寝息配信、寝言配信もいいですね。やだよ。寝息配信、朝まで配信つけておこう。やだ、やんない。それはやんない。そんなのは嫌だ。いびきに200黒猫ポイント。ほんとだよ。いびきとか書いてたらどうするよ。んがって言っちゃったらオレオの寝言ってごまかそうオレオのせいにするね。言っちゃうかもしれないからやんない。録音します。いやーん、いや、やめてー、恥ずかしいからやめてー。寝息は恥ずかしいな。
オレオが代わりに砂漠してくれるかも。夜行性だし。お？オレオ砂漠できる？オレオー、おいでー。フリップは任せろ。黒い猫の黒い歴史。本当だよ。黒い歴史になっちゃうよ。どうするよ。歯ぎしりとかしてたらどうするよ。いやーん。寝ないように気をつけよう。録音します。やめてー。やめてー。やめてください。歯ぎしりも寝言も聞き慣れてるから任せて。え？ルキリン。え？女の寝言とか聞き慣れてるってどういうこと？釣り放置でオレオくんにニャン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 って喋ってもらって、はい、配信しよう。なんだって。アウさん、いつもいびきはかいてませんよ。安心してください。え、マジで？なんで知ってんの？姉さん、は？ウキリン、ん？どこの女それ？どうせアフさんが盗聴してるんじゃないですか。うん。どっかのカメラで聞いてるね。アギさん、どういうことでしょう？詳しく聞きたいですね。寝息聞き慣れてるルキリン、どういうことなのか。詳しく知りたいです。みんなが知りたがってるよ、ルキリン。いつも誰と一緒に寝てんの？どこの女と寝てるんでしょうかね。どういうことだ、ルキリン？ルキリン？ルキリン？逃げたな。ルキリンが逃げたぞー。眠い。ペロ姉さん、おえー、あいあいさー。母さん、前寝落ち通話で相手寝ても電話切らないって言ってた記憶。切らないって言ってたっけ？なんか言ってたよね。モテリンなんだよ、ルキリン。だから多分ね、女関係なんかあると思っている。ルキン、ここはどこ？私は誰？なんか言ってるよ、なんか言ってるよ。寝息を聞き慣れてるルキリンが来たよ。誰の寝息を聞いてるのかな？あなたは鹿兄さん。あなたは鹿、そうか、ルキリンは鹿兄さんだったのか。破壊力抜群。絶対嫌だ。いいじゃん。あんな美味しいキャラないよ。なかなかなりたくてもなれないっすよ、ああいう風には。ヤシさん、わらわら。破壊力抜群の鹿兄さん。なかなかなれないっすよ。今日みんなあれでやられたからね。ねえ、あれ最強だったね。ワカメは成長して増えるんだよ。増えるワカメは成長して増える。あの話にはびっくりしたわ。聞いてる方も、聞いてる方も体力がっつりもって。ねえ、アフさんがぐったりしてたよね、あのあと。かなりのダメージが。同じキャリアだと通話無料になったばっかりの時、ずーっと夜つないでたことありました。懐かしい。え、ハギーさん、そこ詳しく詳しく。細胞分裂のため。
そうそう。おや？どうした？え、KWSK。詳しく。エイナさん、電話が熱くなるんですね。え、電話が熱持っちゃうってこと？あ、ずっと通話してると。そうそう、うんうん。そうそう、ずっと通話してると電話熱くなる。やばい、またデイリーが始まる。あ、もう12時か。もう眠いから寝てもいい。何も話すことなくて喋らないで通話してる感じ。まあ、ディスコードではたまにやるけど、そういうので。いいよ、無理しないで、タカコ。優しい。よし、じゃあこの塊やったら終わろう。家電だと親子電話とかで親に聞かれていたり、うわーうわー、それやだあー、そんな感じです。ディスコードでやるだと誰としてるんだ。え、アフさんとつないでるよだいたいアフさんとつないでる、ディスコードの時は。でも話すことなくて、とりあえず無言みたいな、お互い勝手になんかやってるみたいなこともある。なんだ、アフさんか。そうそう、最初は喋ってんだけど、そのうちなんかほったらかしいみたいになっちゃうあれ、あ、まだ繋がってたねみたいな、そんな感じです。アフロならいいのか。うん、いいみたいだよ。ねえ、いつものことじゃんね、だって。あれ？起きてたぞ。うん、アフさん起きてたね。よし、じゃあハイデル戻りながら終わろうかな。ちょっと短い時間になっちゃったけど。もう、タカ子は眠いので寝る。あ。あ、ふう、眠い。まあ、アフさんはね、カメラ仕込んでるくらいだし。そうそう、もう全部ね、全部筒抜けだからね。もう今さら、今さらですよ。さてさて。ペロネさん、ありがとうね、タカコ。しゃむりさせちゃった。そんなそんな大丈夫だよ。耳の強化のやつ集めてますか？あ、改良、指輪の改良しようとしてます。激怒する夜のかけら。今日何個集まったかな？でも短い時間だけどいっぱい集まった。あ、会場の丸に石もいっぱいになった。よしよし。4つ集まりましたね。で、丸に石入れて5個。よしよし。エイナさん、無理ってごめんなさい。次回までまたモニターの前で正座お待ちしてます。いやいや、気にせず気にせず。みんなまた明日だよ。うんうん、ぜひぜひ。ハギーさん、今度一緒に行きたい。あ、行きましょう行きましょう。ペロ姉さん、10分後、あ、10分後明日だね。うん。じゃあ、ペロ姉さんやる？ペロ姉さんやる、この後。アフさんやる？やるなら、このままレイドで。皆さんを送りつけますよペロ姉さん、しまったハギさん、早姉さん逃げたエイナさん、もうすぐデイリー受けられます。ルキリ、姉さんの配信が始まる。姉さん一旦休憩させて。そうだよね誰かやってるかな。アフさん、すや、アフさんも寝ちゃった。はい、じゃあ私は終わろうかな。レイドしないでこのまま終わっちゃおうかな。はい、やったー、姉さん姉さん。お？ OK は10分、0時から開始。
憩、休憩だよね。12時だし寝ましょう。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はもう寝まーす。すいません、短い時間になってしまって。ごじったはい、というわけで今日は寝まーす。あれ、どこだどこだ。ワンコしまう。やーん、足上げきたー。白龍さんの足上げじゃ最後に。よし、マイク手持ちでいけるかな。切れちゃったらごめん。ゆっくり持ってやる。近くに置いて、せーの。1、2、3、4、5だにゃぷ、6だにゃぷ、7だにゃぷ、8だにゃぷ、9だにゃぷ、10だにゃぷ。よいしょ。今度は切れなかった。大丈夫でしたね。はい。ジュダニアップ、みんなゴジダニアップ。はい、運動してぐっすり寝れそうでーす。ヤシさん、ああ、ポイントが減っていく。はい、また貯めてください。ということで、今日はこの辺で終わりまーす。ルキリン、おつダニアップ、ありがとうぷー。テロ姉さんお疲れ様でした。ありがとうございました。カクリュウさんお疲れ様でした。ありがとうございました。シオンさんお疲れ様。ありがとうございました。イレネさんお疲れ様。ありがとうございました。はい、ではまた明日お会いしましょう。ではまたねー。ありがとうございました。